見て、柱と円環でエルフの文字が。何と書いてある？我なしでも我がうちでも死は明らかなり。だが汝の中ならば我は汚れなき命。うん、これは水だね。どうした？また声が。でも落ち着いた。違う声。助けてくれって。光のために来たのだ。助けを求めようが知ったことではない。自分のことばっかり。何が言いたいんだ？何も。ドゥーガ。なんだろう。これ父上、なんだ？僕が聞いた声、かすかな声だけど奥の方で聞こえたのは絶対母上。そんなはずはない。でも聞こえたんだ。アトレウス、やめろ。見た目が違う。見てよ、あの角。後ろに回れ。嫌な予感。その檻には近づくな。なんで檻の中に？油断するな。るほど。これは難しそう。あの通路は神殿に続いてるかな。行けばわかる。やっぱり合ってたよ。僕が聞き間違えるはずない。母上だ。母親はもういない。話は終わりだ。もういい。魔女は無事だよね。死んじゃってたりしないよね。魔女なら平気だろ。分かった。こっちもダメだ。切り進めれば上の橋が現れるはずだ。そうだね。戦いに備えろ。はい。橋になるだけじゃないんだね。このまま上に行けそうだ。何度歩いてもやっぱ変な感じ。この扉開けられないぞ。え？他を探す。この扉は開かない。そんな。じゃあ何のための扉？誰かいますか？来い、他の入り口を探す。またこの金か。ノルンの箱がどこかにある。またドワーフか。シンドリー？ここを見ろ、別のだ。魔法使いの女巨人、名前はグロア。予知の力を持ってた。オーディンに殺されたの？古の民を殺したんですか？そうだ。大変だったでしょう。ああ、私にくれるのはこれで全部？そうだ。どうやって先に着いたのだ？我らが通ってきた道が唯一の道だろう。あなたにとっては唯一かもしれませんが、ドワーフは型破りですから。答えになっていない。ああ、驚きは大事にしないと。私みたいな知恵者だと謎なんて残りませんからね。世界のどこに珍しい資源が眠っているか、それをどうやって想像を絶する作品に仕上げるか、素人には魔法のように見えるでしょうが。わかりましたよ。魔法です。ご満足。シンドリが母上に斧を？私たちが作った中でも傑作の一つ。間違うわけがない。20体のフロストトロールの叫び声が注がれてます。確か20。でもどうして？知り合いだったの？お母さんが訪ねてきたんですよ。とても特別な人でした。みんなを守りたいと言って、私たちの作品を良いことに使ってくれると思ったんですよ。しかもドワーフ語まで喋るんです。マドリン・セム・ゲングル、エイゲン・ビーグム・ハンス。ゲングル・アイ。その通り。驚きました。お母さんとそっくりですね。その目。ありがとう、シンドリ。触らないで。触ってないって何さ。また後でね。旅先では用心を。もう親切な人はいない世の中ですからね。ほら、こう言うとなんですけど、みんな殺しにかかってくる。確かに。余計なおせっかいかもしれませんけど、私ならその首にある印を消しますね。身を守る護符だと聞いたが、嘘なのか？いや、確かにそういった護符なんですが、ただ顔料にイノシシの尿を混ぜないと護符を施せないんですよ。そこまでするなら死んだ方がマシでしょ？そうかな。まあご自由に。シンドリ、昔からそんなに潔癖？違いますよ。私もヴァン神族の魔女に気づかされるまでは、他のドワーフと同じぐらい不衛生でしたね。彼女の魔法で私たちの周りに何百何千もの虫がついていることが分かったんです。小さくて見えないやつらです。嘘だ。本当です。しかも体内に入れば病にかかる。でも魔女はカシの木に虫の拡散を防ぐ力が含まれていると教えてくれたんです。だから私は武器の絵をカシで作るね、考えられてるんです。さあ仕事に戻りましょう。ブロックは青いのにシンドリは。おい、いいんですよ。良い質問ですし、ブロックは私ほど几帳面じゃないんです。だから、いまだに鉄を扱うときには、その素手でやるんです。手袋なしで。そうしないと鉄の声が聞こえないとかなんとか。銀を素手で触っていると皮膚がひどく変化しちゃうんですよ。しかも永遠にね。兄には言わない方がいいですよ。ああ見えて気にしいですから。なんとなく分かった。シンドリー、どうしてブロックと仲直りしないの？兄と仲直り？あの人はとても頑固で変わろうとしないんですよ。それに自分の才能に自信がないからって私にひどいこと言うからです。実際才能がないんですけどね。私が悪くなくても私のせいにする。え？例えば？ちょっと失礼します。頭を冷やさないと。